9月22日、23日の2日間、旧堀田邸で、元月の夕べ、歌とギターに癒されてが行われました。名月とともに音楽に耳を傾けながら、国の重要文化財である旧堀田邸の夜の風情も味わってもらおうと、毎年行われている恒例行事。昨年に引き続き、さくら城下町400年記念事業の一つとしての開催です。琴や尺八、お囃子などさまざまな音楽で参加者を楽しませてきた寒月の夕べ、今回は以前に番組でもご紹介した夕波と宇佐崎が出演しました。3時40分ですけれども、お過ごしいただければとても嬉しいなと思っております。あいにくの雨でお月見はできませんでしたが、会場は夕波の優しい歌声と宇佐崎の繊細なギターの音に包まれ、皆さん優雅なひとときを楽しんだようです。